今回からいよいよ実技編ということでですね、実践編に入っていきたいなと思います。では早速ですが、今回の講師根本清美さんにご登場いただいて紹介をお願いできたらと思います。根本さん、よろしくお願いいたします。はい、こんにちは、根本です。どのくらいまでね、伝わるかは分かりませんけれども、私の持ってる技術、できる限り伝えていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。そしてですね、今回ですね、アシスタントとしてですね、浪江町地域おこし協力隊吉田君に登場していただいております。前回ちょっとちらっと地域おこし協力隊の話出ましたが、今回からちょっと実際に登場してですね、アシスタントとして登場していただきます。よろしくお願いします。はじめまして、浪江町地域おこし協力隊の吉田直弘です。僕は2年前に福島県に移住してきまして、今大堀相馬焼の窯元の方に、大堀相馬焼の作り方とか窯の焼き方とか、そういうのを教わっています。今日はアシスタントとして協力させてもらうので、できれば根本さんにいろいろ質問して分かりやすく伝えていけたらと思ってます。よろしくお願いします。右手はだいたい粘土を支えるだけっていうようなイメージで、ちょっとこう巻き込んでいくイメージでやります。で、左手で潰していくっていうふうな動作になりますね。これは慣れしかないですね。慣れて、ここで右手をこんな感じで上げていく。で、左手はこうやってシワができていくように、くねりは今度左手でこうシワができていく。相馬焼ではこれを貝殻もみなっても言うんですけども、これでだんだんシワがこの部分ですね、この部分回ってくると、空気がこの部分に入ってきたのがここで押しつぶされて抜けていくっていうふうな動作になります。だいたい1回何回ぐらい揉むんですか？昔は99回。お米作るのに88でお米と言いますけども、粘土はそれを11回多くやると空気抜けますので、なんて昔の人に私は教わりました。ありがとうございます。はい、こんな感じでやります。形はこういう形の方がいいですか？ですね、この方が作りやすい。あとは、丸めればだんだんこう山形になって伸ばしやすいですから、このようにやってみてください。ありがとうございます。よろしいですか？はい、じゃあ次の工程に移ります。はい、お願いします。はい、次はろくろの上に上げます。最初に中心部に、うちの後は泥っていうか、これ柔らかいものですね、粘土のつけて、ここでだいたい中心に乗っかるぐらいトントンつけて、これで叩きます。だいたい中心に、結構力強く叩いた方がいい。そうですね、あまり潰しすぎちゃうと、あと上げるとき大変だから、このろくろの盤から外れない程度にやってください。それでこれで最初にしっかりこの下の部分をしっかり取ってやる。今の工程はどういう意味合いでしてるんですか？これは今から作るものによってなんですけども、これで上げて、でまた下げて、
でまた上げるっていうようなことを基本的にやると中心の取り方とか分かってきますので、その場合初めての人は最初にこう中心につけないとどうしてもこんな感じでブレることがあります。その場合はブレた時は、右肘を足の方、体全体、自分の体で自由に使っていいですから、ね、あの全体でちょっと感じでこの中心は前に行くぐらいまで止めてスーッと戻してやるとだいたい中心取れてきます。これに左手を添えていくとだいたいこういう中で、そんで作るものによって土積もりというかしっかり安定するように。今の状態でこう震えてると、今の状態で震えてるというのはこういうふうな感じになると結局これから指を入れてやると均等な厚さになります。だからここのとこは同じようにこうなるべくぶれないようにやっていきます。それで普通だとここからの作りの方が入りますね。普通だとここから親指の腹ですね、腹を中心に入れていって、それでここからちょっとこの部分が厚く、この部分が薄くなるように引いてきます。で、これを下から煽ります。これが土積もりって言って、この大きさで大体のコップとかの大きさがある程度決まります。ほんでこれだともう今だとこの中しか入んないから大きさ的にはこんな感じになっちゃうんだけども、このぐらいの大きさね。これより大きく作りたいときはまた中心に、私は中指入れますけども、中指を中心に入れてここから第一関節ぐらいまでぐっと押し込んでいきます。押し込んで親指と挟んで薄く伸ばしていくとこのような形になりますね。その時注意しなきゃならないのはこの中心がデベソというかこう山形に残るということは中心に指が入っていかない、脇にずれてるとここが山形に残るということですから、そこは大切なところだと思います。今度は湯飲みじゃんちょっと作ってみますね。今こうやって伸ばして煽るっていう作業をやったんですけども、これは私たちはこう一度にここまでの作業をやります。それでこっから中指と親指で挟んでなるべくまっすぐなものを作りたいけば上側の中心線にの方に向かってやった方がやりやすいかな。下のとんがり尖ってる部分っていうのはどういう意味合いがあるんですか？ここね、意味合いって別にないんですけども、結局粘土入れて挟んだ時のとんがりですね。で今からこのコテを使って中の泥を取ったり中をきれいにする作業に移るんですけども、まあ、一番やりやすいのは中の深さをまあ、こんな感じのトンボでこう測ったりはするんですけども、私たち一番簡単なのはこうやってコテに印をつけておいて、それでどこまで入るかっていうのをやった方が、分かりやすいかな。じゃあコテの印で深さを調べてる、そうですね、中の中寸をしっかり、私たちはそんな感じ、まあ、上級者になったこのコテもその品物によって一つずつ手作りしますから、あったような感じで作っていきますね。でこれは、ここの内寸というか口径の測るトンボです。これ今これで28って書いてありますけども、私たちやってるのは削管法でちょっとやってますもんで、これで2寸8分の作りになります。で焼き上げがだいたい28だから2寸2分なのかなくらいの大きさに焼き上げが
上がるような感じでやってます。でこれはなめしですね。こんな感じでしっかり縁を取って、これで高さを測って、まあ切り方は私たちは手前から行って右に引く、多分あの京都の方でやると外側から出して左に引くのかな、そういった切り方ありますけども、そこはやっぱ産地のそれぞれなんでやっていきます。こうやって親指に入れて、この時の厚みっていうのはそんなに薄くしない方がいい？そんなに薄くはしないですね。だいたいこれで粘土を挟んだあれでこの大きさでに間に合うくらいの粘土をこう取るっていうかね、あるっていうような感じで、でここでしっかり持ってきて上げます。なめしっていうのはどういうものなんですか？なめし側は鹿の皮が一番ですね。鹿の皮なんですね。はい、鹿の皮が一番ですね。で今のどういう工程、どういう工程というか口元をどういうふうにしてるんですか？しっかりこれで挟みつける、挟みつけて、まあこういうふうな感じで泥とか、多分こう最初に引っ張っていった時にこうやって泥とかそういうふうなギザギザになっちゃってますから、そこをしっかりこれで挟んで滑らかにすると、大体こんな感じで滑らかにすると焼き上がった後に何か影響してくるとか、まあ口当たりがいいでしょうね。でこれで次にもっと中身が分かりやすいようにちょっとお皿っぽいやつをやりますね。もう同じです。である程度の大きさこんな感じで。お皿の時はちょっと土取りが多いんですか？そうですね、あのやっぱ大きさですね。今だと大体作るのがこれで、これはあの内径の深さで外のあれでこういうふうな感じで測るように作ったトンボですね。これをこういうふうな感じです。トンボっていうのは一個一個手作りしていくもんですか？そうです。これだとあの内径とあれで、これはこのあれが6寸、作りが6寸で、まあこんな感じで測るんですけども、これからこれまだちっちゃいですよね。でこのコテなんかも、これは皿用のコテで、まあ自分で手作りします。使う木というかそういうのってあるんですか？コテで使って作りやすいのはホオノキが一番作りやすいですかね。こんな感じで、これで測ってと大体ですね。またこれも縁を舐め、でもしやるときはあの指で、爪ですよね、爪で印をつける、でも一個一個作るときはそれでも大丈夫だと思います。でなるべくこれを3分の1くらい入れて、なるべくこっちの右手の根っこの方の部分を入れて3分の1入れて、左手を離す、そうすると感じで切れますね。切り離す時っていうのは印をつけた方がやりやすい、うん、そうですね、印つけてやった方がやりやすいです。切れる原理としては、これを3分の1くらい入れたらば、これろくろ回ってますので自然に回ってきますよね。ほんでここで一回りした時こっちを引けば切れるっていうことですね。これが原理です。
大体1日何個ぐらい作るんですか？うん、私たちはこっち側の最初作った湯飲みだと300よりは作るかな、300作りだけだとね。そしたら1個にかかる時間って本当にちょっと1分2分とかかけようですね吉田君は何分かかるのかな僕はだいたい 4,5 分ぐらいかかりますだよね。だいたいその半分くらいではできるでしょう、うん、こんな感じね。でもしこれでちょっとまだ深さが足りない、ね、これ深さ足りないときはこの固定でもうちょっとこう縁を立ち上げてやるとか、こんな感じかな。それでこれだとちょっと縁が大きい、大きい時は今度これをちょっと短く持って、短く持ってちょっと当てて切り離す感じかな。こんな感じで切り離すとちっちゃくなりますね。端から端でだいたいこんな感じになって、もう一回ちょっと仕上げて、こんな感じでやってよいしょ。で持つ時はこんな感じで、ね、これで上げて、なんでこの置く時にこっちも分かる通りちょっと変形してると思うんですけども、これがここであまりにも触りすぎてこう直そうと、こんな感じで直そうとすると、まあ、手の跡がついたりしますので、ここはちょっと乾いた後に直せますので、そのまま置いてちょっと乾かした方がいいです。今14人の方が見ていただいてますね、はい、じゃあちょっと下ぶくれっていうか、今これは直線のものを作ったんですけど、ちょっと丸みを帯びたやつをちょっと作ってみますね。この場合は大丈夫です。終わったからお話します。これでこういうふうな感じで上げていくと、ですね。で例えばこれで縁をちょっと広げたいときは、ちょっとこういうふうに広げれば広がります。1点ちょっと要望が来ておりまして、はい、後で断面図が見たいということです。後で、まあ、今もしよろしければ手が空いてたら切れ、ま、断面図お見せできますでしょうか、はい、できますよできますよ。じゃあもう一回切り立てて次に断面図入れます。ありがとうございます。他にも何か質問やもろもろこういう角度が見たいとかございましたら、できる限りお答えできればなと思いますので、皆様どしどしお待ちしております。三角四角はできませんよ、丸いやつね。じゃあ断面入れますね。取った方がいいか。はい、こんな感じになります。ここに置くか。こうですかね。はい。
断面はだいたいこんな感じになりますね。この固定がこういうような形で当たりますですね。でこれでこう引っ張っていくと、これで当たった時にだいたいこんなイメージでですね。大変わかりやすいです。ありがとうございます。よかったですか。あともう一点質問が来ております。はいはいはい、切り離すときは高台部分の土をどのくらい残して切り離すのでしょうか。はい、高台の部分の土取りは、まあ、作るものによって、副産によっては違うんですけれども、最初にもしやるんであれば湯飲み茶碗系統はここが細い方が最後に取りやすいです。それで今やってる湯飲み茶碗作りのやつは22の長っていうやつなんですけども、今この上の段のここまで中入れてますと、これが外側のですね。そうするとここに合わせてみますと、だいたいこのぐらいかな、見えますかね、このぐらいの今深さで、底の深さを作ってます。それでもしやるんでしたらば、ここで作りますよね。そしたらできればこれよりちょっと下目にちょっとこう入れてやれば、後で仕上げするときに何回かこうなれば、ちょっと印つけたときよりちょっと下目に今切りました。そうすると後でやりますけれども、この仕上げ台でやるときに、まあ最初からこっちからどのくらいの大きさで取るかでやるんですけども、あとは削りの時にここまで削れば高さは調節できます。あまりにも薄すぎちゃうとなかなか削りとかなかなか大変な感じになっちゃうから、この辺は気をつけてください。はい、じゃあさらっととっくりいきますか。はい、で、よし、終わりな、これ後ろの方に。それでは大体ろくろの上で作る小物類というかをどんな感じかなっていうのをやってみます。とっくり、その、ね、今灰皿なんてはあんまり作らないんですけども、まあそれなりにやってみますのでご覧ください。質問続々ありがとうございます。少々お待ちくださいませ。どうぞ。話聞きながらやっと。いいよ。はい、テルオ渡辺さん、ありがとうございます。はい、切り取りの紐の材質の太さは、この太さはあまり太いのだと、小物を作る場合は、このままやっちゃうと飛んじゃいます。ほんであまり細すぎると今度糸が切れちゃいます。この糸は大物というかなんかに使う糸の太さで、こんな感じかな、このぐらいの感じでやってます。あんまり細すぎて粘土がやわいと切っても引っつく率がかなり大きいから、そういう場合は
なんて言うんだろう、糸は自分で探してみてください。うん、あそこにある糸だと取れないよ。うん、あれでもちょっといいんだな。あ、じゃあ取りますか。私が使ってるのは今普通のやつだとこの糸ですね。この糸、このぐらいの太さってわかるかな。で、小物でちょっとこう飛びやすい、なんていうの、これより今の糸よりちょっと見えるかな、ちょっと太めになってますね。で、さっき言ったあれで、まあ大物をグリッと取るやつはだいたいこんな感じで大きいやつですね。これはあの計測用の水糸ってよくあの建築関係であのナイロン紐が丈夫でいいんじゃないかなと思います。こんな感じで使ってます。はい、使った道具の紹介をしていただけると嬉しいです。手作りのコテとか作る時の参考にしたいです。はい、嬉しいです。使ったコテね、はい、じゃあコテ今やりますね。こんなコテはこんな感じで使うコテですね。こんな感じでね、こんなコテですね。それと今言った握りごて、しっかり握れてやります。私このコテ作りの場合はだいたいあの実寸大の作るものを描いて、それに合わせてコテを作って、それと引っかかりとかの感じを自分で調節していきます。あとは紙やすりとかそんな感じでこうやっています。これが普通の直に上げるやつの握りごてです。ほんで今とっくり使った時使ったのがこういった感じの握りごて。これはちょっと、まっすぐにも上がりますし、あとは膨らますようなものに使うコテはここの R をつけた感じで作ります。これも握りコテです。これなんかは急須かな、なんかに使うやつですね。あとは先ほど使ったとっくりのやつに使うのがフゴテっていうんですけども、これ細いやつですね。ちょっと見てもらうと分かるんですけども、ここにこういうな感じで入ります。入って中を微妙に形を整えるやつですね。これは1本あると便利です。だいたい使うコテはこんなもんかな。あとはこれは皿のコテ、やっぱ作る品物によってやっぱ作った方がいいのかな。それで、自分でまあ使いやすいように工夫するという感じかな。今いろいろあのね、あの市販のやつも売ってますし、うん、私たちの使った時のないようなコテもよく見るんですけども、そこは私たちはの昔から職人さんに教わったコテの作り方とかそんなことをしてやってます。はい、カフェイン太郎さん、あの今あのコテの作る固定など紹介させていただきましたら大丈夫でしたでしょうか。はい、3下ろします。今作ってるのは急須ですね。急須の胴、蓋の置くところの3です。これでさっき使ったやつを丸みをつけます。こんな感じですかね。こんな感じでつけていきます。急須の3のこのなめし側の作りが2箇所一度に、こっちの指で中で、外側の親指かな、で外側を一緒につかみます。そうすると綺麗になります。質問また続々と来ております。はい、よろしいでしょうか。はいよ。
はい、山田真一さん、ありがとうございます。コテの厚みが割と厚いようですが、どんな角度で当てていますか。まあ一応どのコテでも一緒なんですけども、イメージ的にこっち側かな、こっちと右側の角を近くをしっかりこっちの指で押さえるイメージかな、うん、ペタッとつけちゃうと、うん、どうしようもどうしようもないというか、うん、ここでちょっと角度をつけて、ここの角で私はやっています。 OK。 ボールの下にコンロがあるのはお湯を使うのでしょうか。そうですね、寒い時はお湯使わないと手がかじかんで、うん、これですね、これね、はい、お湯使ってます。今急須作ってるんですけども、今作ってるのが口です。昔から蕎麦焼きの方では1口2度3蓋してなどと申しまして、作り方が一番難しいのが口だそうです。一番難しい1口2度、胴は2度、3蓋は蓋ですね。普通だとこれこっから切ってずっと並べておきます。今日は見せるためにここで処理します。これはお茶の出ない急須です。たまに笑ってください。ね、こんな感じで、こんな感じで作ります。あ、切れなかった。こんな感じかな。あ、潰れる。こんな感じですね。これが急須です。仕上げる前のね、入ったな。すいません、今隣の布団食べてる。もう一つ技術に、急須作りとかにも応用してたあれなんですけども、今あんまり使えない唾付きの灰皿、こんな感じで作ります。ここで伸ばします。感じで開いたらなります。はい、まず最初に中心を取れるようにこの土殺し上げてって下ろす。上げてで
下ろす。この時に基本はこういうふうにならないように、しっかり下ろす。作りの基本はこれが一番基本ですので、こっから持ってって、あとはさっきも言ったように、このじゃあもう一度ね、基本最初は私たちは一気にやっちゃうから見えない部分あるんですけども、最初は親指を入れてってスッと離す。この離す時にギュイッとこうなったりすると、あとはこういうふうな感じで揺れたりしますから、そこは気をつけるよ。で、親指を入れてったらば、一度離してベト、ドローね、をつけて滑りやすいようにする。それと中指中心に当てて親指で挟んで少し伸ばす、少し伸ばす。その時に次に煽りますね。伸ばしたままだと皿類とか、まあ、8類ぐらいはできるんですけども、こうやって伸ばせば、とっくり、湯飲み、いろいろ袋物もできるようになります。そんでこの時に伸ばす時になんですけども、我々私たちはやって左手の親指、左手の親指をここの縁につけておきます。これを最後までつけることによって縁があまりずれないようになります。ずれないというか、きれいにいきます。どうしてもこっち側とこっち側の動きがこういうふうな動きになりますので、どうしても一緒になってくっついていくと、ここから離れちゃうから、なるべく離さないように、こっち側の親指の縁はこの立ち上がっていく粘土の速さと同調していって、こっちはちょっとそれより早めになります。これはやっぱ何回かやんないと、そこはなかなか難しいかもしれませんけど、頑張ってみてください。あとは自分で作りたいもの、もしほらまっすぐが基本ですから、まっすぐ上げることの練習が大事だと思います。それとあとはこういうふうな固定を使って、ここからじゃあ下を膨らまそうかとか、いやこれであれだからってもう一回戻しちゃおうかっていうようなことは、自由にできますので、それなりにやってみてください。こんなとこかな。はい、ありがとうございます。今左手をうまく使うコツを教えていただいたんですが、両手をこう添える時の何かこうコツなどが、はい、両手添えるコツね、行くときどうしてもこの腕だけで伸ばそうとするとものすごく力いりますよね、うん、その分肘をこの両足、両膝にこうつけて、これだけのイメージ、それとこれを潰していくときも、これだけで腕だけでやるとものすごく大変だから、これで足と一緒に、両足と一緒にして軸にして、ここでギュッと我慢して持っていくと、ものすごくここを肘を支点としてあげるようにすると楽になると思います。それとあとは持っていって当たるとこがここですね、こっちもね、ここですね。これやってやって、今上げるときはだいたいこの辺ですね、この辺で粘土を挟んで持っていく。ほんでまあ左手をできれば下、こういうふうに右回りですので下で流すと粘土は流れていきますから、これをどうしても右利きの方最初にやろうとすると、右手が下でこういうふうになるとここで詰まる可能性もあるから、そこは気をつけてください。こうやってなるべく左手で流していくっていうようなこと。ほんで伸ばす時も、今度この上の部分に親指の腹をつけて、ここは
腹はずっと逃さない。このままずっと行くと腹が離れちゃうと、ここのあれが平らにならない。だからなるべく最後までこうやってつけていくと、上が平らになって次の、やる作業が楽になります。どうしてもこう上げていくと、このままこういうふうになっちゃいますよね。もっとこうなった場合、ここがちょっとこう、今ちょっと波打ってますけども、そういうふうになるとやりづらくなるから、なるべく開けて、最後はこうなった時、最後まで親指の腹がこうついているようなイメージでやると、後の次の作業がやりやすいな。そんで一番気をつけてほしいのは、この親指入れた時に中心に入れない場合は、極端に今やりましたけど、こういうふうに真ん中が山形に残る場合あります。これは真ん中に親指が入ってないということですね。真ん中に入れば、さっきの山はなくなるはずですから、そこは注意してやってみてください。そして後からやってこうやって押しちゃうと、どうしてもこういうふうな感じになりますので、そこはなるべく中心から行くようにしていただければやりやすいと思います。それと最初から始まった時に、多分こうやって、あ、失敗しちゃったってなる時あると思います。その時にここを何回もやっても、このズレは大きくなるだけで大変ですから、もうこれはこのままこう取っちゃって、違うものに移った方はいいと思います。私たち職人はやっぱり一日何個となく作るものですから、一個に時間かけてられない部分もありますので、そこはしっかりこうやって持っていく、同じことの繰り返しです。そんで習うより慣れろ。それと、まあできれば本当、まあどこ行ってもいいですから、産地に行ったらば、見る機会あったらば、じっくり見学して、そこで自分が吸収できるものを盗んだらいいんじゃないかなと思います。我々の技術はろうそくと一緒ですので、いくら盗まれても元の火は消えませんので。ね、こんな感じです。ありがとうございます。はい。